この作品展は普段教える側の教師たちが作品を作り披露する場を設けようと毎年夏休みに合わせて開かれているもので、今年は県内外で美術教師を務める35人が制作した絵画やデザイン画などおよそ50点の作品が並び会場を彩っています。こちらは沖縄の海をケーキのように切り取った作品。光を当てると波打つような模様が浮き出て違った表情を見せます。アート作品がもう楽しいっていうことを感じてほしいということと、普段なかなか学校では見ることができない先生方のまた違った一面を見てほしいなと思います。初日の今日は美術教師によるワークショップも開かれ、参加した子どもたちは紙いっぱいに感じたことを表現していました。この作品展は今月13日まで県立博物館美術館で開かれています。